はい、こんにちは。今日はですね、こちらぐんぐん大きくなるカリブラコア。ちょっとこれね、テープで文字が見えなくなっちゃってますけど、なんと株張り 1.5 メートルにまでなるっていう、めちゃくちゃ巨大に成長するというね、カリブラコア、こちらを買ってきましたので、いかにして大きく育てるか、本当に 1.5 メートルまで育てることができるのかっていうことをね、考えながらやっていこうと思います。そしてですね、こちらね、いくつか植え付け前の購入した苗がありますので、この購入苗の紹介、そして2月の半ばぐらいかな、1ヶ月前に植えたローダンセマム、こちら植え付けの動画出したんだけど、その後の経過みたいな感じでね、1ヶ月でどのくらい大きくなったよっていうのはね、ちょっとお見せしたいなと思います。こちらね、今日のお花のコーナーで紹介します。ということでね、まずはこちらの植え付けの方、どうやって大きくするかっていうのを考えながらね、植えていきたいと思います。どうぞ。はい、実はですね、これ加藤チャンネルっていうね、いとこの園芸チャンネルがあるんですけど、そちらからこれどっちが大きくできるか、どっちが上手に育てられるか、ちょっとした挑戦状がありましたので、僕も頑張ってね、これ大きくしようと思ってるんですけども、まずじゃあ根っこの状態を見てみましょう。実はこれ去年の9月に298円だったものが50円で売ってまして、それをこうどのくらいかな、1ヶ月半から2ヶ月ぐらいかけてある程度まで大きくしたんですけど、今回は9月からではなくて3月から植えるってことでね、本当にね、 1.5 メートルを本気で目指していこうと思ってます。そして加藤チャンネルのところに持って行って、最終的にね、どっちがいい感じに仕上がったのかなっていうのをね、やっていこうと思ってます。最終的には半年ぐらいかけたね、壮大な企画になるんじゃないかなって思います。はい、まずね、根っこの状態はこんな感じ。まあなんともちょうどいいですよね。はい、入荷したての苗でしょうからね、結構ね、いい感じで綺麗に仕上がってます。はい、とりあえず鉢はですね、これを 1.5 メートルまで育てるってなると、おそらく10号鉢でも物足りないと思うんですね。だけど、そうですね、多分ね、最終的に12号鉢か13号鉢ぐらいまで大きさを増やさないと、1.5 メートルってなかなか難しいかなと思うんですけども、最初からちょっと大きい鉢植えてしまうと、どうかな、育ちがどうかな、水の乾きが悪いかな、根腐れの可能性もちょっと出てくるかなっていうところがあるので、あえてね、7号鉢に最初に植え付けて、その後に1ヶ月ぐらいしたらかな、ある程度、まあ株の様子を見て、大きくなったところで、大きい鉢に植え替えるっていう作戦を取りたいと思います。実はね、加藤チャンネルは最初に13号鉢に植え付けてるんですね。はい。なのでね、その辺同じようにやっちゃったらまた面白くないので、あえて小さい鉢から植え付けて、ワンクッション置いて大きい鉢に植え替えてあげるっていう作戦を取りたいと思います。はい。まずね、第一段階としては、梅雨でおそらく少し弱ることになると思うんですよ。なので、梅雨前に、一回加藤チャンネルの方に行って、途中経過なんかしようかなって僕的には思ってます。はい。その辺はまた、加藤チャンネルと相談して、決めていきたいと思います。はい。もうやるからにはね、ちょっと本気になっちゃおうかな。はい。植え付けに関してはね、いつもと一緒。特に多くは語りませんけど、この7号鉢に、穴がね、一つしか開いてないんですけども、鉢底石代わり。はい。このネットがついてますんで、はい。これを装着して、鉢底石は入れません。はい。いつも通りですね。これがカインズホームさんで買ってる土なんですけど、綺麗なお花を育てる培養土だったかな。この土っていうのは、加藤チャンネルでも同じものを使ってるので、まあまあ、その辺は同じでいこうかなと。はい、とりあえずね、この時期は害虫対策やっときます。しっかりとオルトランを混ぜて、カインズさんで買った培養土に赤玉土を3割入れて、マガンプKを適量混ぜたもの、普段使ってるものですね。はい、それと同じものを使います。そしてまあまあ、ここは説明するまでもないかな。ペチュニアの育て方とかでいつもやってることと同じなので、表面の土を落として根っこを軽くほぐすと。はい、まあまあこんな感じですね。この辺はざっとでいいと思います。多少根っこが切れても大丈夫。中心に置いてあげて、
とりあえずこれで植え付けの完了なんですけども、これちょっとしたコツ、元々の根鉢を1センチぐらいこれ浮かしてるのが見えるかな。この表面まで土を入れないで水はけをより良くしてあげるっていう感じで植えてあげました。これもね結構効果的だっていうお話は聞くんですけども、この土自体の水はけがいいので、どうかな、あれかな、気休め程度にはなるかもしれないけど、あんまり変わるか変わんないかわからないけど、悪い影響はないと思いますので、はい、とりあえず浅植えにしてみました、あえて。はい、一旦外に来てみました。どうせやるんであればね、いろいろ試した方がいいっていうことで、はい、もう一手間加えていきます。まずその前に根っこが傷まないように早めにお水をたっぷりと与えます。普段は株元から水を与えますけど、今はねまだ花が咲いてない状態なので、もう全体的にかけちゃっても大丈夫。さて、もう一工夫というのは摘心といって、先端をカットしてあげて脇芽を増やす、脇芽を増やすことによってもりもり咲かすことができるので、結構ねこれ大事な作業。このね摘心とかピンチって呼ぶんですけど、これについてはまた近いうちにね詳しく動画で撮ろうかなって思ってます。はい、成長点を全部積んであげる。これに関してはカトチャンネルもやってるはずなので、まあまあ普通のこと、普通のことという感じでもないですけど、うん、カット、結構深めにカットしちゃってますね。うん、まあ頑張りましょう頑張ります。これね結構枝数取れたから、刺し目にしたい人は刺し目にしてもいいですし、刺し目をやりすぎると最終的にキャパオーバーになっちゃうみたいな、面倒見きれないみたいになっちゃうから、まあその辺はねご自分の環境に合わせて。はい、とりあえずこれで植え付けが完了になりますので、いつも通りの管理っていうのはね、まあ他の動画で出してるので、そちらを見ていただければいいなと思います。ちょっとねいろいろ考えながらやっていこうとは思うんですけども、基本的にはいつも通りの管理でやっていこうと思います。もしね変わったことがあって、最終的に結果が出ても出なくても、なんかなんだいい結果が出るようなね育て方見つかれば、それはそれでまた対決の時にでもお伝えできたらいいなと思います。まあ対決というかね、楽しむこと大切、はい、そんな感じでやっていければいいなと思います。さあ、じゃあ苗の紹介してみましょうかね。植え付け前の苗の紹介、はい、こちらがねまだ植え付け前の購入苗の一部になるんですけども、ペチュニア系が3品種とその他2種類あるんでね、まず手前の方から紹介していきたいと思います。はい、こちらがねビデンスになりますね。蜂蜜の香りがとっても爽やかなお花、はい、いい香りがしますね。ああ、蜂蜜っぽい。サントリーさんではビーダンスっていう名前で販売されてますね。このイエローとね、もう一個赤っぽい色だったかな、なんて色か忘れちゃったけど、はい、これをとりあえず買ってあります。またこれは植え付けて大きくなったらお見せしたいと思います。はい、参考になるようにね頑張って育てます。はい、続いてこれが新品種ですね。新品種じゃなくて新色になるのかな、サントリーさんのサフィニアブーケのゴールドってやつですね。世界最高峰の黄色って言ったかな。まあまあまだねお花が少ないので何とも言えないんですけど、さっきみたいに摘心とかねピンチって言われるものをやって、こんもりと綺麗に咲かせたいなと思ってます。この品種の特徴としては、摘心とかをしなくてもふんわりとねまとまった咲き方をしてくれるっていうことで、あまり大きくしたくないよって方にはいいのかな。サフィニアブーケって品種ですね。はい、そういうことでこちら買ってみました、新色。はい、これがサントリーさんのオステオスペルマムキララっていう品種になりますね。白とイエローの2色があったと思います。はい、これはねどっかに地植えをして大きくなるはずなので、そしたらまたお見せしたいなと思います。はい、大きくして紹介する係はい、サントリーさんの苗ばっかりですけど、そうだな、次行ってみましょう。背景に綺麗なお花並べてみましたけど、はい、続いてこちらもサントリーさんの今年の新色ですね。いちごセイ
いちごシェイクっていうサフィニアになります。サフィニアアートっていう品種はすごくねまとまりが良くて花付きも良くて育てやすいものが多いかなって思いますね。はい、去年ねトラネコとか江戸絞り桃色ハート育てたんですけど、どれもすごくね育てやすくて良かったですね。はい、特にトラネコなんかがすごく花付きが良くてまとまりも良くて育てやすかった、成長も早かった、はい、そんな印象があります。ということでいちごシェイク、お花がまだ咲いてないのでお見せできませんけども、すぐに大きくなると思いますんでね、はい、これも大きくしたらね必ずお見せしますので、新色ってことで買ってみました。はい、こちらが最後ですね、サントリーさんのサフィニアブーケ。サントリーさんのばっかりだけど、たまたまね、たまたま、まあサントリーさんのものって、まあ個人的に好きなのと、育てやすいのと、ふんわり綺麗にまとまるっていうのがあって、ホームセンターにもすごくよく並んでるんで、全部サントリーさんになっちゃったのかな。はい、別に僕はただの一般人なので、サントリーさんから、何もないよ。はい。さっき紹介した、このイエローと一緒でサフィニアブーケっていう品種はコンパクトにキュッとまとまるらしいですね。はい、小さくコンパクトに花付きよくまとめたいって場合はこれがいいみたいですね。ちょっとね育てたことはないんでわからないんですけど、まあ何にしてもね綺麗には育つと思いますので、はい、そんな感じでこれサフィニアブーケのキューティーピーチ、はい、小輪系ですね。うん、多分これ綺麗に育つと思いますね。はい、花の大きいものより小さいものの方が花付きが良くて、なんだろうな、株全体を覆うように咲く傾向が強いので、多分ねこれは写真ぐらいは行くんじゃないかなと思いますけど、はい、また育てたらねお見せしたいと思います。はい、あとはローダンセマムがこれ1ヶ月ぐらい前に植えてるんですけど、レトロクラッカーっていう品種になりますね。昨日嵐だったので花ちょっとカットしちゃったんですけども、つぼみはたくさん控えてるので、まあまあ満開に咲かせたらお見せしたいなと思って、とりあえず1ヶ月ぐらい経ったので途中経過、こちらの方が成長早いですね。やっぱり同じ日に植えたんですけど、アプリコットジャムって品種になります。はい、どうかな、まだまだ成長途中という感じですけど、はい、これもおそらくね、まあ簡単なお花なのですぐにふんわりこんもりいっぱい花をつけてくれると思いますので、またお見せします。こちらも、はい、ということでね、今日は 1.5 メートルの巨大カリブラコア、これをね本気で育てていこうってことでやってみました。ぜひね2ヶ月後ぐらい目安んで加藤チャンネルに遊びに行って紹介したいなと思ってますので、楽しみにしてる方はお楽しみに。はい、どっちにしてもね経過報告っていうのはお見せしていきたいと思ってますので、はい、楽しみに待っててください。ビオラの株元蒸れやすくなってきましたね。暖かくなってきてね、葉っぱがね結構傷んでる、こう表面上綺麗なんですけど株元蒸れてるやつが多いですね。はい、傷んできてます。だいぶ寒い地域だとねまだまだこれからっていう感じなんでしょうけど、こっちのね気温が20度ぐらいの日が結構増えてきちゃって、来ちゃってっていうのもおかしいですけどね、ビオラの終わる季節がね少しずつ近づいてきてるかなって、早くもね、まあまだまだね1ヶ月ぐらいは楽しめると思いますので、はい、そんな感じでやっていきたいと思います。ということで今日のにゃんこの子今日のにゃんこのコーナーに行きたいと思います。はい、いつもありがとうございます。あ、コメントねたくさんいただいてるんですよ。本当に本当にいつも見てるけどコメントはいただけないじゃない、違うコメントしばしてないよって方とかもねたくさんいると思うんでね、まあそういう人たちに支えられながらやってるかなって、本当にね感謝しかない。だからこれまでできるし、はい、こんなにできたし、いろんなことができたかなって、でこれからもいろいろとねやってって、よりいい簡単な育て方、ホームセンターさんとかで普通に買えるものだけを使って育てていくようなやり方っていうのをね中心にやっていけたらなと思います。ということでいつもありがとう。今日のにゃんこのコーナーどうぞ、本当にどうぞ、バン。ダメだって、痛いよ痛い。
はい、にゃんこのコーナー始まったよ。おいでおいで。はい。にゃんこチュールだらけじゃんよ。いや、で、噛まないんだってば、だから前から言ってるけど。下手じゃん、食べ方が。にぃにぃ、野生が出すぎてる。ちょっと、やだ、この猫。はい、どうぞ。はい。じゃ、タッチしてごらん。タッチ。はい。できるかな。いや、ダメだよ。汚くなっちゃった、チュールが。ね、よかったね、いっぱい食べたね。お顔にクモの巣ついてない？にぃにぃらん。にぃにぃらん。おお、背が高いね。上手だね。にぃにぃ。野生の顔になっちゃってるから、完全に。もういいね。なんか汚れてるじゃん。なに？よし。どう？お花とにゃんこのコーナーは。ん？すごいね。白と黒似合うね。よかったじゃん。もう完全によかったじゃん、ニーニー。うん。頑張り屋さんだね。チュール食べて頑張ったね。偉いね。うん。頑張ったね。お花の国に住んでる猫じゃん。スーパーすごいじゃん、スーパーアリッサムに囲まれて。ん？にゃんこ？強そうな顔してるな。満足だな、これは。綺麗だな。しかしお花が綺麗だね、ニーニー。あら、ニーニー、こうしてニャンコは自然へと帰っていきました。おしまい。お花が綺麗だから少し写そうか。少しだよ。アリッサムに埋もれて終了です。本当に。それではアリッサムに埋もれちゃった。はい、また見てください。どうもありがとう。いつもありがとう。バイバーイ。